ソフトバンク国語。俺らの時は、最近の若い選手は、俺らの時、あんなん当たり前で、拍手とかくれんかった、城島、検事会長付特別アドバイザー兼シニアコーディネーター、とそういう話したんです。あんなん普通やったな、俺らの時拍手なかったけどな、と、笑い。ファンが優しくなったっていうか、そんな選手がいなくなったから、スタンドにボールが入るのが珍しくなったから、俺らの時は入って当たり前やったから、笑い。いい状態に思えた。普通ですって、笑い。山川穂高なんて拍手もらえるだけありがたいと思えよ。山川穂高の分際で調子乗るなよって思って、そう、そこは同意。今の選手は脱税なんかしてない定期。俺らの時は入るの当たり前やったから W。ほんとこいつはこいつで面倒くせえよな。阿部とは違うベクトルのうざさある。阿部に対抗するつもりか。あっちはマジモンすぎてこんなんじゃまだまだ勝てんぞ。裁判官に叱られるくらいの人だから。阿部がおとなしくなったと思ったらこいつがスパートかけてきたな。俺の方がすごかったって言ってほしそう。最近監督目立ちすぎじゃないか。次から次へと逸材が出てくる。飛ぶボールって後々こうなるのがあかんよな。記録よりも指導者側があれぐらいできるやろになるから。阿部は西舘先発を明言したりなんかがっかりやわ。初戦はオフシーズンのざれ言だったんかよ。ストーブリーグ最終章がソフトバンク VS 巨人とは熱いな。阿部と小久保の外事対決おもろいな。バカのくせにケンブルのが小久保そのままバカなのが阿部慎之助。一番上に立ってほしくないタイプ人間や。確かに今の時代に脱税して刑事事件になったら追放されそうだよな。ご視聴ありがとうございました。